ただいまより FSL Volume 4イヤーエンドスペシャルの記者会見を始めます。今大会のメインスポンサーに業界最安のオンライン AGA クリニックエメルテクリニック様が就任されております。また今回もスポーツベッティングサービスの B ベッド様が就任されております。ご覧の皆様もぜひ B ベッドで FSL の勝敗を予測してお楽しみください。 それではまずはじめにイラックス vs ニドラアサシンの記者会見を始めますお二人はどうぞご着席くださいそれでは質疑応答をお願いいたします えー、早速なんですけども、えー、今大会メインスポンサーのエメルテクリニック様は、えー、人生最後の薄毛治療を掲げる業界最安のオンライン AGA クリニックとなっておりますえー、まあちょっと急であれなんですけども千ラさん、あのー、世の中の AGA 治療に励んでいる男性の方々に一言お願いできますでしょうか えー、そうですねあのう、ー、んー自分はあの子供の頃から、えー、っと髪の毛がとにかく多くて、えー、あれだったんですよなんでまあ自分の家族にもそういう、まあ、薄い家族がいなかったりしたもんでまあ自分はもう完全に大丈夫だなと思って安心しきって。 えー、50年ぐらい生きてきたんですけれども、えー、コロナになりましてですねでそれのあの何て言うの、えっと、後遺症みたいのでちょっと抜け毛したんじゃねっていうふうに思ってた時期があったんですよね。まあ、今復活してるのかどうなるのか自分でも分かんないんですけどでもちょっと変わったような気がしないでもないんですよ。 なんで、えー、まあ俺みたいな風にあの余裕シャクシャクなつもりで生きてきてるやつもいつ何が起きるかわかんないということで、えー、常に心にエメルテさんでお願いしますありがとうございますそれでは選手の方に質問をしていきたいと思いますニドラアサシさんへ質問です現在車椅子でしたが今は松葉杖ですが何があったのでしょうか教えてほしいです 事故の詳細についてはお話ししないようにというふうに告げられておりますので口,あの口を進まさせていただきますあ事故に遭われたんですねなるほど、うん、ちなみにあの全、ー、治どれぐらいかとかも言えない感じだしですかねいやあの大会のラップの話じゃなくなってしまって本質からそれてしまうので言えないんですけど、えっと、手短に話すとすねの4チ六6ンチ,6センチ ああをまあ、亡くなってる状態と 1cm、えー、が1センチ治ってっていう状態で今多分あのその状態で、えっと、ラップバトル1回 KOK はさすがアドレナリンの方に <laughs> ご出演なさってると思うんですけども、えー、なんかラップに支障が出たりとか、えー、やりづらいなとかってあったりとかそれ特に変わらないとかあのそういった違いはありますか普段あの <laughs> まあ 松葉杖とか車椅子じゃない場合でラップをするのと、えー、あんま変わらないのかそれともやっぱりちょっとやりづらい部分が出てきたりするのかっていうのはあったりしますかねやっぱり松葉杖をついていたり車椅子に座っていると普段の呼吸法とは違うんでシャウトとかはまあし,しにくいところとかみ,みやすいっていうところはあります、はい、ありがとうございます。 えー、リラックス様への質問となります、えー、地元北海道で、えー、旭川の観光大使にご就任されたという情報が入っているんですけども、えー、リラックスさんにとって旭川はどんな街でしょうか生まれたとこですねありがとうございます <laughs> あ、すいませんはいいやなんかあれですね本当盆地なんでこう山に囲まれてるんでなんていうんですかね別に閉鎖的でもないんですけど人はめちゃめちゃあったかいんで これは多分北海道の人に質問するとよくあるんですけど。こう街とかこうね、こう土地は寒いけど、人あったかいぜっていうのは。まあ僕を見てわかるんじゃないでしょうかね。ありがとうございます。ニドラさんにご質問です。はい、えー。ニドラさんは久々の復活ですが、現在の心境はどうでしょうか。せっかくのこの機会なんで。いいラップドで。 いいラップできたらいいなと思ってますありがとうございますリラックスさんへの質問です、えー、今年ね2023年は外戦ガーデンシアタ、えーや拠地原火祭、えー、などに出場されていましたが、まあ、MC バトルすごい多分ご無沙汰というか久しぶりの、えー、参戦かと思いきや、えー、結構出る 回数が増えていき、えー、すごい数、今回もなんですけどもあの、まあ、ブランクというかその相手の時間に比べると数がいきなり多くなってると思うんですけど多分現役でやられてた頃ってそんなに年間 MC バトルの本数が多くなかったと思うんですけど、えー、こういうふうにコンスタントにえ開催される大会や今の現状を、えー、どういうような気持ちで挑んでいや、もうとにかくマジ1個なんか意外とこうめっちゃ誘っていただいて嬉しいんですけど。 言うて別に何かで優勝したことがあるわけでもないんですよなんでま何、あ、か1個は取りたいなっていうまあ来年の抱負でもちょっとあるかなっていう感じがしてますねあ、ってことは来年もバトルは果敢に出続けると思っておりますありがとうございます嬉しいですねえー、お二方に質問をしたいですえー、とまずはニルラさんの方から、えー、対戦相手のリラックスさんの印象は いや、すごくラップの上手い方だなと思います僕、上から目線で何も言わない、言う何,何も言えないんではいはい、ありがとうございます。ひらくさん、ニドラ・アサシンさんの印象はいや、すごいラップの上手い方だなと思ったちょっと上から目線あんまなんも言えない <laughs> <laughs> 息ぴったりということで、ありがとうございますえー、ニドラさんにご質問です、えー、2023年、一番失敗したことは何でしょうか教えてください そうですね今この場に俺のフローはもう始まってるんだって言って持ってきてしまったバスローブを見てまあかなり失敗してるなと思ってます <laughs> ありがとうございますありがとうございます、えー、リラックスさんに質問です、はい、地元北海道で 今、リラックスさんが注目する若手 MC いらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか,、はい、ですか ?3 人でも何人でも <laughs> バトルで言ったら、あの、アンジーとか、ね、ととか脱走とか、僕、あと昔から付き合いあるある MC 松島お松島さん松島もなんか結構独特な,なんか感じがして、俺はすごい見てて面白いなと思ってて、まあ、音源とかでは、エルシティ。 っていブルーがいたりとか、うん、でもちょっとき意外と切れないかもしれないですはい北海道やっぱり広いんで、はい、ありがとうございますあともう一つ追加で質問したいんですけどもゆうとるアンサーさんはどちらに行かれたんでしょうか一番俺が知りたいですね、はい、でもなんか去年ん一昨年かな去年か一昨年にいやアルバム作ってますねって言ってたんですけどわかんないですありがとうございます えー、アサシンさんへの、えー、質問になります、えー、前回の MC バトルの大会で、えー、登場と同時に、えー、髪の毛を断髪しておりましたがあれはどういった心境での断髪だったんでしょうかいや言葉にできないですねああありがとうございますそれでは、えー、ジブラさんへの質問になります、えー、このお二人 まあ対照的なように見えて意外とちょっと似ているのかもしれないこのお二方なんですけどこのお二人のバトルどんな戦いになると思いますでしょうかうんそもそももう全く想像がつかないんですよ初めからで,、えー、で会見もどうなることかなと思ったんですけどえっ、ー、とあの うん、まああのチェアマンとして真ん中に座るのがまあ当たり前なんですがあのなんか「笑ってはいけない」に出演させられてるような気持ちにな,さならされるようなぐらいの <laughs> なんとも言えない不思議な空気がこの2人の間にあるんで、えー、そうですねなんか今んとこ噛み合ってないじゃないですかぶっちゃけ全然。 うんうん、でこれがかみ合ったところでどうなるのかっていうところが楽しみかなっていう感じですありがとうございますお二人にご質問です FSL で戦ってみたい相手などいますか まずリラックスさんからお願いします。ゴメスですかね。はい。のあのやっぱ高校生ラップ選手権から結構ずっとなんか <laughs> 付き合いあってで僕も東京引っ越してきてからなんか飲みに行ったこととかあるんで意外とそういうとこをやっぱ一応やってみたいですね前回秀吉だったんで。 それちょっとあの昔からの友達バトルリレーしたいっていう感じはちょっとあります他の方正直あの付き合いない人ってねやりづらいんで <laughs> やりづらいんでっていうかあれなんでそういう感じです, <laughs> だすありがとうございますニロラさんお願いします何の話ですか FSL で戦ってみたい相手などいますか誰と戦えても嬉しいですね <laughs> ありがとうございいますはいえー、それでは最後に、えー、今回 B ベットのお酢がリラックスさん1.1倍ニドラアサシンさん3.5倍となっております、えー、前もってはリラックスさんが勝つと予想されておりますがニドラさん、えー、こちらのお酢ひっくり返せるでしょうかひっくり返せるように頑張らないとひっくり返せるように頑張らないと っていう気持ちで今日は足を運ばさせていただきましたよろしくお願いいたしますありがとうございますそれではお互い最後に対戦相手に一言ずつお願いいたしますではまずリラックスさんからお願いいたしますえやっぱ負けちゃいけないんじゃないかなとほってやすありがとうございますニドさんお願いいたしますいや負けられないんで <laughs> 負けられないんで頑張ります ありがとうございます。以上をもちまして、リラックス vs ニドラアサシンの記者会見を終了いたします。お二人はご退席ください。 続きまして、燃えるゴミ vs ランラインの記者会見を始めます。お二人どうぞご着席ください。うん、それでは質疑応答をお願いいたします。 えー、モエルゴミさんへ質問がありますなぜ目指し帽をかぶっているのですかまたどういう時にかぶるのですか教えてほしいですあ,あ今日はアトピーひどいんで、はい、ありがとうございますえー、ランラインさんへ質問ですえー、モエルゴミさんとは多分過去4回 戦っていいると思いますが、えー、と結構あのバトルも話題になっていて、えーまあ、辛辣なチーム戦だったりとか、えー、というので結構すごい再生数いってる戦いとなると思うんですけどももやるごみさんに今までバトルの中で言われて一番刺さった一番ショックだったリスなどはございますでしょうか家帰って母ちゃんの乳首をいじってろ。 いじったとそれでお前ちゃんとお母さんとさすがに一緒にそのバトル見たっすけど気まずかったっすね <laughs> <laughs> お母様はその時どういうリアクションをなさってましたか燃えるゴミさんに対して「こいつんなの?」って <laughs> お母さんが対しまとめてぶっ飛ばすのに顎が」 俺のお母さんぶっ飛ばそうとしてんはいありがとうございます、えー、燃えるゴミさんへ質問です何度も戦っていると思いますがランラインさんはどういうラッパーだと思いますかザコ、ザコ一家のことを僕ヘドって言うんですけどヘドですねありがとうございますランラインさんそれについてどう思われますか 死ねって感じですかね。おもろないってお前ちゃんと返さんかお前面白くないか死ねとかい,ねいやいやいやお前もヘドって言ってるやんだけどそのひねらんかいやいやいやこれないでお前死ねとかい,い,やいやいやヘドもあんまりひねってないだろ何んだっせありがとうございます。えー、まあ非常にバチバチしていると思うんですけどもそんなお二人はえっとプライベートでの交流はありますか。 いや、ないっすね、さすがに。はい。こんな遊んでたらやばいっすもんね。先生や,やろ、お前と遊べんやろ、おもろないやろ、マザコンみたいな。お前、母ちゃんとバトル見るやつとかって遊ぶわけないやん、普通に出さすぎやろ。別に。よくない、別に。<laughs> 別に、よくない。ようないって、そういうのはキモいって言うだけ、俺だ。あーそう。そんなやつ、友達におらんけあーそう。全然俺遊んでもいいっすけどね。一緒にデートとかしても全然いいっすけどね。楽しそうっすよ。それこそ謹慎そうかんやわ えっと、ではランラインさんに質問です。今デートを、要はモエルゴミさんとデートしてもいいっていうことですね。あ、もしじゃあ、モエルゴミさんとデートをするとしたら、どこに行きますかおーやっぱディズニーランドとかですかね、せっかくなんで。見せてあげたいですね、その、なんかディズニーランドこうやって綺麗なんで、若者たちが今流行ってるじゃないですか、やっぱそういうの。やっぱその若者がうるみたいな。 俺が教えてあげようかなとそこは若者の流行りみたいなのねああいやもう嫌いやってよいやいや,いや,いや,いやまあでも教えてあげようかなってねいやいや嫌いやってもうちょっとひねらんかお前、まあ、とい燃といえるゴミさんにご質問ですそんなランラインさんに何かアドバイスはありますかまあ いすね、まあとりあえず俺とできてその何再生回数が上がるとか俺のおかげでよかったねちょっともモテるやんそれでちょっと街出たらちょっとモ,モテるやんよかったねっていうそれだけむしろ感謝してほしいありがとうございますじゃあランラインさんえー、そんなモエルゴミさんに逆にアドバイスすることはありますでしょうか,ななんかうんかうん いや、俺がその、モエルゴニさんの本当に唯一気に入らないところが、別になんかいい人みたいな噂もあるし、別にラップもかっこいいし、別に,そにいいかなと思うけど、俺が唯一気に入らないところは、その、ギャラをもらって仕事を引き受けてバトルに出させてもらってるわけじゃないですか。そんな中でやる気を出さない日とかがあったりするわけですよ、この人は。俺それどうかなって正直思いますね。いつ,い,ついや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 。 あんよお前,お前がよ、100発やってよ、100発いいラップできるかっつったらできんやろ、俺100発やって、100発いいラップできるとよ、気抜いちょったか、そんなんじゃねえけん、ボーゲーが、お前、殺すぞじ、マジ。俺は見てね、客観視して、そう思ったんで、ではっきり言って、今、そう思ってますし、いや、お前、見る目ねえわ、人、もっと勉強せえ、ボーゲー。いや、別に勉強もしないですし、俺の感想なんで、これは。 勉強しろって人に言うちゃけんぼげがお前。メントムって言っちゃけんよ。ちゃん、調べてか、ちゃん、勉強しろ。カ確信があってか、言うことやろそんなこと。いや思ったって言っただけです。確信があれば言うことやろがてお前。こげなんとかで言わんでもステージの外で言えることや。言え、そしたらステージの外で言えんけんお前こげなんとかん、コげ俺、ステージは本気出せって言ってよな、前。じゃ、うるせえってお前、さっきかも何,何ためが使っちゃうのちかお前クソガキがまあ、それだけです。ありがとうございます。 えー、地村さんへの質問です今お二人バチバチですけども、えー、このお二人の戦いの見どころどういうふうな戦いになると思いますでしょうかそうですねあのー、うん何か何度もやらせて申し訳ないなって気持ちもある中ででもすげえみんなが見たいんだろうなってやっぱり思うところが確実にある戦いになると思うんですよね。なんで、えーうん、ある意味さっきの二人と 比べてもそのいい意味で本気で噛み合わない二人だと思うんでその噛み合わないがゆえの面白いバトルが見たいなっていうのは本当に思いますはい。ありがとうございます、えー、それではお二人に質問です、えー、まずは燃えるゴミさんの方からこの FSL で、えー、このルールで、えー、戦ってみたい対戦相手、えー、まだ戦ったことのない相手でもあのもう一度再戦したい相手でもいいと思うんですけど戦ってみたい MC い,いらっしゃいますでしょうかいや特には逆にいたら誰かはいありがとうございますそれではランラインさん戦ってみたい対戦相手はいらっしゃいますでしょうかなんか明確にこの人みたいなのはいないんですけどやっぱ同い年くらいの人とちょっとや,やりたいですねその自分同い年くらいの人とバトルするのが結構楽しいんで自分的には、はい、やってみたいですありがとうございます えー、今回ですねメインスポンサーに就任させていただいておりますエメルテクリニックさんは、えー、人生最後の薄毛治療を掲げる業界最安のオンライン AGA クリニックとなっております初、えー、毛と育毛のダブルアプローチが特徴の AGA クリニックとなっておりますが2、えーまあ、人ともお若いと思うんですけども世の中にはちょっと。 A. G. A. 治療で悩んでる方々もいらっしゃると思うので、その方々に励ましのメッセージをいただくことは可能でしょうか。まずは燃えるゴミさんの方からお願いします。もうん、ハゲに励ましはダメです。今のはもう完全にもうミスっちゃったですね。<laughs> ありがとうございます。ランラインさん。いや、そうっ、ね、なんか難しいですけど、本当にそれは頑張ってほしいと思います。ありがとうございます。えー、そしてですね。今回。 えもう1つ、ね、スポンサーのーベットビーベットさんのオッズがですね、燃えるゴミさん1.1倍、ランライン君3.5倍となっております、えー、まあ、オッズ的には燃える、ー、ゴミさんが勝つと予想されておりますが、ランラインさん、どう思いますでしょうか、これひっくり返せますでしょうか、しかないですよね、だって、かけてる人が少なくともいるってことですもんね、多分。そうですね、じゃあ、その人たちのためにも、まあ、自分のためですけど、バトルはもう、頑張るしかないですね、そこは。 はい、対する燃えるゴミさん、このつ、どう思いますでしょうか。燃えるゴこいつにかけるのはもうギャンブラーやなって、そいつらには、もしビーガップ、あの最高の経緯を送りたいと思います。はい、で、僕にかけるやつには、もう当然っていうか、当たり前なんで、ああ、もう恐るぶちかましてあげっていうか。あの、ヘドなんで、相手が。はい。ありがとうございます。それでは、最後に、お互い対戦相手に一言お願いいたします。じゃ、ランライン君の方から、お願いいたします。え、今日は、そうですね。燃えるゴミさん、一言、ま今日は、ちょ、本気。 でい,まあいつも本気ですけど、もうバトル今日も本気でやるんで、今日こそは死んでもらいます。もう定まってないけど、もう今日お前もこう勝てんわ。いいラップかませとりあえず、一番俺とお前のバトルの中で一番いいラップかませよとりあえず、俺はその上の倍のラップかますけん、普通に当たり前やけわかるザコ、まあいいラップはもちろんね、かますつもりでいくでい。うるせえぞ、黙れ。いいラップはもちろんかますつもりでいくんで、もちろんその倍で。 殺されないようなラップができればなと思いますはいダメカンダ終わりザコー、はい、ありがとうございます以上をもちまして燃えるゴミ vs ランラインの記者会見を終了いたしますお二人はご退席ください続きまして ホーク vs コーギーホワイトの記者会見を行いますお二人はご着席くださいそれでは質疑応答をお願いいたします コーギーさんがいらっしゃらないということはフォークさん1人で会見を進めさせていただきたいと思います、えー、早速なんですけども記者会見にいらっしゃらないコーギー・フォワイトさんのことフォークさんどうなんですかねまあ俺はいいですけどねジブさんもいるんでねそこはどうなのかなと思いますけど。 まあヒップホップ的にはねあのギドラ入りなんていう都市伝説もありますけどやっぱりギリギリ間に合うのがギドラ入りなんでそこら辺はちょっと後でジブさんからいろいろ説明があるんじゃないですかねありがとうございますそれでは早速ジブラさんギドラ入りについて詳しくお聞きしたいですそうですねえー、っと 誰が名前をけあのとにかくキング・イドラは昔からあのえー、本番の本当にギリギリ手前に現れてライブやって帰ってくっていう印象が強いみたいでえー、そうですね、まあ、我々もあのテンションステージに上がる前のテンションが大切なんで。 こうテンションをがっちり高めに高めまくった状態で会場インするっていうのをまあずっとやってきてたんですけれどもまあ間に合うんですよね間に合わせることですね、はい、とにかく。はい、であのー、なんですかね、まあ、今日のことに関しては、えっと、自分は思うのはまあほらここに例えば来ないっていうのも、えー、いろんなパターンはあるとは思うんですよ。 意図的に来ない来ることができなかった寝坊しちゃったとかいろいろあると思うんですけどえーまあ、多分彼の場合はどちらかというと後者みたいな感じの,あのキャラクターなのかなと僕はちょっと認知してるんでえー、と結局それがこう何かしらにまあ、うん、キャリアにこう跳ね返ってきてしまったりしないように。 したらいいなとは思いますけどね別に俺は別にそれを個人的に何も思ったりはしませんけどあのうるさい大人の人たちはうるさいこと言うかもしれないんでとは思いますけどはい。ありがとうございますフォークさんへご質問です現在 FSL の専属となりますが約1年になると思うのですが何か思うことや変わったことなどありますか そうですね、まあ、特に変わったことっていうのがあるってわけではないですけどでも、まあ、FSL4、まあね、月ぐらいからかな、まあ、やらせてもらって、うんまあ、なんかこういろいろ紆、ね、余曲折ありますけど、まあ、最終的にはやっぱりいいバトルをするっていうことが一番大事だし俺に求められてるのはそこだと思ってるんで、うんまあ、FSL の1のつのこう担保として。 うん、存在していきたいなと思うし、まあ、まだまだこれからだと思ってます。ありりがととうございまますす、えー、フォークさんへの質問となります、えー、2023年、えー、昨今の MC バトル、いろいろあるとは思うんですけども、えー、一番最初の b o y パークの時代から見て、だいぶ変化があったと思うんですけど、今の MC バトルは、フォークさんの目にはどのように映ってますでしょうか。 いやもうすごいなというかもうあまりにもありすぎて俺も追い切れてないところもあるんですけど、うん、だからこれはね、ねこんだけ大きくなったからこそもちろん細かく見ればネガティブな面もあるのかもしれないけど基本的にはやっぱりポジティブなことだと思うしこれだけ MC バトルが認知されてどこの会場もやっぱりがっつり埋まっててっていう状況っていうのはやっぱり俺らラッパーとしてそこに出ていく人間としては嬉しいし。 やっぱり人がいないところじゃなくてパンパンに入っているところでアドレナリン全開でラップするっていうのがやっぱ俺らがやりたいことなんで、うん、すごく恵まれていると思ってますありがとうございます、えー、お二人に突拍書もない質問なんですけども質問がございます万が一コウギー・ホワイトさんが、えーまあ、今記者会見のギドラ入りは失敗してるんですけど本番はギリギリギドラ入りできるんじゃないかと。えー 皆さんの期待を背負っているんですけどもし本番ギドラ入りできなかったってなった場合はフォーク VS ジブラはありえるのでしょうか ないですよ。<laughs> ないです。そんなことジブさんによっちゃダメだ。<laughs> ないよ。<laughs> いやいやいや。<laughs> 来るよい<や>あいつは。いやいやいや。いや講義来ます。大丈夫です。大丈夫です。あのー、そうですね。えー、っと <laughs> あのー、でもね MC バトルだからほらあのー、ねあのー、この前やらせていただいてあのー、すごく楽しかったですよ。すごく楽しかったっていうか。 あのそこに向かう自分のあの心構えとかそういうのもすごくと自分で考えても尊かったしすごく素晴らしいことだなとか思うんであのフォークの、えー、胸を借りることができる時が来るならばまあもちろんその時はえー、全力で行きたいですけどあの数時間前に言うのやめてください <laughs> 今日じゃないですね今日じゃない、ね、勘弁してください今日じゃないと思います 近いうちにお二人の戦いが見れることを心待ちにしております。近くないです。<laughs> はい、すみません。<laughs> ありがとうございます、えー。フォークさんにご質問です。第一回目の K.O.K.、OK、バーサスアドレナリンでお二人は初対戦でしたか戦ってみてどう思われましたか。それとあの時の大会で苦戦した試合はありましたか。えっとムートンとの試合ってことですよね。はい、うん。いやまあ結構あの鮮明に覚えてる試合の一つで。 うん、いやすごくこうその日の1試合目でこうめちゃくちゃこうフロアも含めて一体となってこう爆発した感じもあって、まあ、勝ったからっていうのもあるけどもう結構気持ちよかったというかやってて面白かったなっていう印象はありますねただ、それが毎回、ね、多分そこを期待してくれての今回のマッチメイクだと思うんですけど、まあ、それがどこまでかみ合っていくのかっていうのはわからないし、うんまあ、どうかなっていうところですけど。 うん、でもまあ、ムートンに対しては、うん、初めて見たときからラップはいけてるなとは思ってますよ、はい、ありがとうございます。えー、フォークさん、えっと、今まであのフリースタイル、すごいあのバトル以外でも、えー、サイファーだったりとか、えー、なさっていると思うんですけども、えーまあ、いわゆるパンチライン。 フォークさんのパンチラインってすごい世の中に出回ってると思うんですけどフォークさんから見たこの MC のこのインなんか心に刺さったなとかなんかいいこれこの住み方あったなとか感心したンというかフォークさんがあのこのインやべえなって思ったインはございますでしょうかそれバトル限定でってことですかいや関係なくですねああなんだろう,あだろう、まあ、今パッと思ったのはあのー、エロン君の あのー「天下一品」っていうラーメンの曲があってはい、はい、それの、あのー「これはオリジナルのれんわけはない体を動き出すのれんわけはない」っていうライブがあって<ー>俺あれ好きで <laughs> はい、あ、そこですかねありがとうございます、えー、ジュブラさんへの質問です同じくインパクトに残った「このインやばいな」というインございましたらえあのー えーと,、えー、と今フォークが言っててあやっぱフォークそういうン好きなんだろうなって思っちゃったんですけどあのえっ、ー、と「KENZU 90」の曲で俺とフォークとやった曲の中でえー、とあそこの部分だよえー、と気にも止めない」「君に求めない」と「気にも止めない」ないとないのところとかは。 えー、そしてですね、えー、今回のメインスポンサーエメルテクリニック様は、えー、人生最後の薄毛治療を掲げる最業界最安値の、えー、オンライン AGA クリニックとなっております AGA 治療に励んでいる男性の方々にお二方から、まああジムさんさっきいただいたので、えー、フォークさんから一言応援の声をいただけましたらありがたいです そうですね。励まさないように頑張ってください。って感じですかね。ありがとうございますえー、そして、えー、今回ビーベットの？あ、ビーベットが今回ちょっとない感じですねえー。今回ですね。あのギーフォーイトが来るが 1. 1、1.1倍あ来ないが1.1倍でクルが5.0倍。 来ない可能性があるのでジブさん心の準備をお願いいたします <laughs> 本当にいい加減にしてくださいマジでジブさんそんな安くないからね良 <laughs> くないよ <laughs> はい、はい、失礼いたしましたあり,ありがとうございます以上でホーク vs コーギーホワイトの記者会見を終了いたしますホークさんご対策ください 以上をもちまして、FSL ボリューム4イヤーエンドスペシャルの記者会見を終了いたします。FSL ボリューム4イヤーエンドスペシャル2023は、エメルテのほか MTJ、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。